ジェノバ共和国は、ジェノバを中心にして1005年から1797年まで存在した都市両方。コルシカ島、サンフロランに残るジェノバ支配時代の、下デるジェノバ共和国の領域は、イタリア半島の付け根に相当する、西部海岸のほぼ全域のほか、コルシカ島北部に及んでいた。1494年時点の状況を11世紀中頃起源として、 ジェノバとその周辺地域で誕生した。都市の通称が増加するにつれ、共和国の領域も拡大した。1098年の第1次十字軍後、ジェノバはシリアに定住地を獲得した。サラディンの遠征の最中に、その定住地の多くが失われた。1261年、スミルナが、ジェノバ領となった。1255年、 クリミア半島のカフファに植民地を建設した。以後、ジェノバ人はソルディア、ケルコ、ゼンバロに植民地を建設した。1275年、東ローマ帝国はジェノバに清ス島とサモス島を授けた。1316年から1332年にかけ、ジェノバは国会沿岸のラターナ、サムスンにも植民地を経営した。 1355年には、レスボス島がジェノバに授けられた。14世紀後半には、サマストリ植民地が、国会沿岸に築かれ、キプロス島が授けられた。東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルのガラタ地区、トレビゾンド帝国の首都トレビゾンドに居住区があった。ジェノバ共和国領の大半が15世紀に、オスマン帝国によって占領された。 1797年に共和国が消滅したとき、リグーリア地方だけが共和国領であった。古代ジェノバは属州の通過点であった。ローマ帝国崩壊後、東ゴート王国、東ローマ帝国、ランゴバルド王国、カロリング朝の支配領域に入り、9世紀半ばから10世紀半ばにかけてはムスリムの襲撃を受ける。956年。 イタリア王が国王証書でジェノバの住人に対し監修と所有権を保障する。中世後期から12世紀13世紀までのジェノバは大きな交易で繁栄した時代だった。ジェノバ商人は東方から買い付けた絹、貴重な香辛料、貴金属、明板などを扱っていた。1096年頃に成立した時のジェノバ共和国は イタリア王国に属する自由コムーネであった。生まれたばかりのコムーネは、エスティア出身の伯爵が支配した後、コンスルによる統治にとって変わった。コンスルの地位は、四つの有力貴族、フィエスキ家、グリマルディア、ドーリアやスピノラ家が互いに競い合った。当時、イスラム教徒の略奪者たちが、ティレニア海沿岸の都市を襲っていた。ピサは1 0 4年に攻撃され、 1015年にルーニが襲われた時は被害が拡大した。イベリア半島のイスラム勢力であるタイファ諸国の一つデニアの将軍ジャヒッド・アルシクラビは125隻から構成する艦隊でサルデーニャ島を襲った。1016年ジェノバ・ピサ連合軍がサルデーニャを防衛した。1066年サルデーニャ支配をめぐってジェノバはピサと争った。 1087年、ジェノバと、ピサのウグッチョ率いるピサの艦隊及び、アマルフィ、サレルノ、ガエータの連合軍が、ズイール朝の首都、マフディアを攻撃した。ローマ教皇ウィクトル三世の指示を得た。この戦いは、マフディア遠征として知られるようになった。イタリアの連合軍はマフディアを占領したが、アラブ勢力に対して、占領を維持することができなかった。 マフディア湾内でアラブ軍艦隊に火を放った後、ジェノバ・ピサ連合軍は撤退していった。しかし、アラブ艦隊の壊滅は、ジェノバ、ピサ、ベネツィアに、西地中海の支配権を与えることになった。第一次十字軍が安全に海から聖地へ向かうことができたのはこのためであった。1 9 9 2年、ジェノバとピサはレオンを呼び、カスティーリャア,アルフォンソ6世と協力し、 大破諸国の一つである、バレンシア王国への遠征に参加した。アラゴン王、サンチョラミレスの支援を受けて、トゥルトーザを包囲したが、これは成功しなかった。11世紀前半にジェノバは重要な交易都市となり、その力は上昇していった。第一次十字軍への参加と同じ頃の1九9 8年に、コンパーニア・コムニスという制約者団体を結成し、これが、 ジェノバの都市共同体の原型となる。サンジョルジョ銀行が入っていたパラッツォんジョルジョエルサレム包囲戦でのジェノバの石弓部隊第一次十字軍の間に、ジェノバ共和国は拡大し始めた。1097年、グルノーブル司教、ユーグド・シャトーヌフとオランジュ司教ギオームは、ジェノバを訪れ、十字軍参加者を募るため3、白協会で説教を行った。 当時のジェノバ人口は約1万人だった。12隻のガレー船、そして1200人のジェノバ人が十字軍に参加した。貴族に率いられたジェノバ軍は197年7月に出港した。主として198年のアンティオキア包囲船の間、ジェノバ艦隊は十字軍の騎士たちを海上から輸送し支援した。この時に、ジェノバ艦隊は、 アンティオキアを封鎖し、一方で、ジェノバ軍は包囲戦に加わっていた。1099年のエルサレム包囲戦では、グリエルもエンブリア公を率いるジェノバの石組部隊が、アンティオキア防衛軍に対する支援部隊の役割を演じた。1098年5月3日のアンティオキア陥落後、ジェノバは、アンティオキア公国の支配者となった、ボエモン一世との同盟を構築した。その結果、 ジェノバは、アンティオキアに、召喚、サンジョバンニ教会、30件の住宅を授けられた。1098年5月6日、ジェノバ軍の一部は、第一次十字軍を支援したことに対する報酬の一部として、与えられた洗礼者、ヨハネの聖遺物を携えて本国へ帰還した。中東の多くの居留地が、好意的な通商条約と共に、ジェノバに与えられた。後に、 ジェノバは、エルサレム王・ボードゥアン一世との同盟関係を、樹立した。同盟を確固たるものにするため、ボードゥアン一世は、ジェノバを、アポロニア領主とし、カイサリアの1、3、アッコンの1、3、公安税収入を授けた。さらに、共和国は、毎年300ベザント金貨を受け取ることになり、ボードゥアン一世が、征服地を拡大するたびその1、3を受け取った。 52人以上のジェノバ人兵士が、ボドゥアン一世の軍に加わっていた。地中海での海運大国として、ジェノバ共和国の役割が、ジェノバ商人にとって、好意的な通商条約を多く確保することになった。大東ローマ帝国貿易の大部分、トリポリ白領、アンティオキア公国、アルメニア及びエジプトとの交易は、ジェノバ商人が主導権を握っていた。 ジェノバは、エジプトとシリアでの自由交易権を維持したけれども、サラディンがこの地域への遠征を行った後、所有していた領土の一部を失った。ジェノバ金貨。第四次十字軍では、ベネツィア共和国が、ラテン帝国樹立に、中心的な役割を担った。その結果ベネツィアの交易権が強化された。 また、ベネツヤは東地中海での交易権の大部分を主中に収めたのである。東地中海での交易において、ベネツヤと競争関係にあったジェノバは、ニカヤ皇帝であったミカエル8世、パレオロゴスが同盟を結びたがっていることを嗅ぎつけた。ミカエル8世は、カトリック教徒の収めるラテン帝国を駆逐し、コンスタンティノープル奪還を企んでいたのである。 1261年、ジェノバとミカエル8世は、ニンファエヌムで、秘密裏に同盟を結んだ。1261年7月25日、ニカエア軍は、ジェノバの支援を受けて、コンスタンティノープルを占領した。その結果、東ローマ帝国内での自由交易権をジェノバが、独占することになった。これにより、ジェノバ商人が通称の管理権をも支中にし、 英華海にある多くの島々や、そこに散らばる居留地を、勢力下に置くことになった。清ス島とレスボス島は、スミルナと同様に、ジェノバの通称基地となった。国会における、通称特権を持つのは、ジェノバとピサだけであった。国会沿岸でのジェノバ植民地15世紀にジェノバは、クリミア半島で、多くの土地を征服し、カフファを含む居留地を設立させた。 ジェノバを含め、イタリアの海洋共和国がこぞって、国会へ進出したのは、奴隷貿易のためであった。キリスト教徒は、同じキリスト教徒を奴隷にすることを禁じられていたが、宗派の異なる、政教会神とはその対象外であった。海洋共和国の商人たちは、国会で奴隷を集め、イスラム諸国の奴隷市場で売りさばき、その売り上げで東方の貴重な香辛料や、 その他贅沢品を買い付けた。そして、西洋へ品物を持ち帰って、売買を行っていた。最高した東ローマ帝国との関係は、ジェノバの富と軍事力を増大させた一方、ベネツィアとピサの交易収入を衰えさせた。東ローマは、ジェノバに対し、自由交易権のほとんどを与えた。1282年、ピサは、 ジェノバに対する反乱を起こしたハンジシヌチェッロを支援し、コルシカ島における、交易権と支配権を獲得しようとした。1282年8月、ジェノバ艦隊は、アルノガ市にあるピサの通商港を封鎖した。1283年、ジェノバとピサはどちらも戦争準備を行った。ジェノバは120隻のガレー船を建造した。 そのうち60隻は共和国の所有で、残りはジェノバ商人個人所有の船であった。1万5千人を超える傭兵が兵士として雇われた。ピサ艦隊は戦闘を回避し、1283年の1年間、ジェノバ艦隊を疲弊させようとした。 1284年8月5日、メロリア海戦において、オベルト・ドーリアとベネデット・ザッカリーアが率いた93隻から、なる、ジェノバ艦隊は、アルベルト・モロシーニとウゴリーノ・ノデ・ラ・ゲラルデスカ率いる72隻のピサ艦隊を打破した。ジェノバは30隻のピサ船を打破し、7隻を沈没させた。ピサ軍の半分以上であるおよそ8000人のピサ人が、戦死した。 敗北したピサは、コルシカ島から追われた。ピサ支配下にあった、サルデーニャ島のサッサリは、以後ジェノバ領となった。1283年、シチリア王国で、アンジューケ支配に対する反乱が起きた。アンジューケは、シチリアから追われ、代わって、アラゴン連合王国の王家である、バルセロナか、後に、その分家によって王位が継承された。アラゴン側についたジェノバは、 シチリアにおける自由貿易特権を獲得した。ジェノバの銀行は新たにシチリア貴族となった人々への貸し付けで利益を上げた。スダクに残るジェノバの要塞跡1450年頃の東地中海。オレンジ色部分がジェノバ領ニュルンベルク年代記に描かれた。ジェノバベネツィアとは長く何度も争った。1380年。 キヨジャの戦いで敗れた。翌年にトリノで講和条約が結ばれた。内容はベネツィアにとって必ずしも有利なものではなく、とりわけパドバとハンガリーに関して過婚を残すこととなった。1348年以降ヨーロッパで国史病が大流行した発端はクリミアから不本意にもジェノバ艦隊が薬病を運んできたためである。 新興国オスマン帝国は、英華界に、ジェノバが保有する領土を切り刻み、国会貿易を搾取した。この時代の大半、ベネツィアが独立を維持し国民の一致団結を成功させていたのに対し、内政の混乱が続くジェノバは、外国からの介入を抑えられない状況にあった。内部での対立とは、平民対貴族、ギベリン対ゲルフ、アドルノケ対、 フレゴーゾケといった政治の主導権をめぐるものだった。ジェノバは一時フランス領となり、その後ビスコンティ家のミラノ公国領となっていた。同時代にジェノバで生まれた探検家クリストファー・コロンブスが他国へ出て生きていかなければならなかったのはよく知られている。1499年から1528年までジェノバは連続してフランス領となり、 どん底の時代であった。ジェノバの内通者である、由緒ある貴族、と協力したスペインが、ジェノバ市街広報にある、山要塞を陣取り、ジェノバ本国を占領したのは五百二十二年五月三十日の、ことだった。ジェノバ市街は無慈悲なまでの略奪にさらされた。ジェノバの有力貴族ドーリア家出身の海軍提督アンドレアドーリアが神聖ローマ皇帝カール五世と、 同盟を結び、フランスの駆逐と祖国の復興を図った時、新たな展望が明けた。1528年、サンジョルジョ銀行が、カール5世に融資を行ったのである。ジェノバの銀行家は、インディアスから運ばれてくる、銀取引のために、1535年にライブザンソンに、置かれた手形交換所を管理して、利益を上げたが、手形交換所が1579年に、 ピアチェンツァに移されると国際為替市場の支配者としての立場を一段と強めた。彼らはスペインの旅重なるデフォルトに会いながら多様な担保を実行して損失補填した。その後、ジェノバはジェノバの銀行と共にスペイン帝国の新参の協力者となって顕著な復興を遂げた。特にセビーリャにある銀行の視点からは スペインの海外遠征への融資が行われた。フランスの歴史家、フェルナン・ブローデルは、1557年から1627年を、ジェノバ時代、非常に慎重で複雑化した支配に、歴史家たちは長い間気づかなかった。と述べた。現在のジェノバを観光に訪れた人々は、輝くようなマニエリスムやバロック様式の邸宅のファサードが、 ストラーダ・ヌオーバソやビア・バルビゾイにあるため、目を見張る富があったことを知らずにいるわけにはいかない。実際、富は、ジェノバ人にあったのではなく、真のベンチャーキャピタリストである銀行家投資家の強固な組合の中に集中していたのである。しかし、ジェノバの貿易は、地中海航路支配に緊密に依存していた。1566年に日をすじま オスマン帝国に奪われた事態は、ジェノバを打ちのめした。1575年から1576年にかけて、ジェノバで内乱が発生した。コムネ創設期からの貴族グリマルディア、ドーリアやスピノーラ家は尊敬されていたが、旧勢力の力に急速に衰えが見え始めていた。旧勢力が銀行業を扱う一方、新興貴族のサウリ家、ブリニョーレケラは、 綿と絹の貿易で収入を得ていた。この内乱の後、新勢力と旧勢力の力はき行抗することになった。ジェノバの銀行業組合の空白が始まったのは、1557年にフェリペ2世がスペインを国家破産させた時だった。この事態は、ドイツの金融会社を混乱に陥れ、スペインハプスブルク家の財政担当、 フッガー家優勢時代の終わりを告げた。ジェノバの銀行家たちは、扱いにくいハプスブルク家の制度に流動性のある、信用と頼れる定期収入を提供していた。その見返りとして、信用の劣るアメリカ大陸産の銀出荷先が、急速にセビーリからジェノバへと移管され、さらなる投資のための資本を提供するようになった。ジェノバ人銀行家、 アンブロジオ・スピノラは、例を挙げると、17世紀初頭のネーデルラントでの80年戦争において、自らが召集した軍を率いて戦っていた。17世紀のスペインの衰退は、ジェノバの再度の衰退をもたらしもしたのである。そしてスペイン王室の頻繁な破産は、特に、ジェノバの貿易勝者の多くを破綻させた。ジェノバの、ドージェと面会する。 ルイ14世1637年、ドーゼのフランチェスコ1世ブリニオーレは、ジェノバ共和国を、諸女マリアへ捧げた。17世紀、ジェノバは、対サボイア戦争で二度勝利した。18世紀に入ってもジェノバ経済は緩やかに下降を続けた。1684年、ドーゼ、フランチェスコマリア・インペリアーレは、フランスの敵スペインに、 ガレー戦数隻を提供する一方を、ルイ14世へ挑戦するという過ちを犯した。同時に、インペリアーレは、フランス大使ピドゥを欺いた。ルイ14世の命令で、海軍大臣セニュレ公コーは、海軍中将、アブラム・デュケヌを伴い、1684年5月に、ジェノバ遠征を組織させた。ジェノバは、フランス海軍の容赦ない砲撃にさらされた。 1685年5月、ドージェは恥をかかされに自らベルサイユへ出向かざるを得なかった。ベルベットの衣服を着たドージェは、ルイ14世に全面降伏した。このいわゆる巧みな宣伝行為で、フランスにおいて、ジェノバ製、ベルベット生地の輸出の一時代が始まった。ジェノバの特権階級が大規模な貿易と金融業で利益を得る一方、 税収を増やし防衛を確固たるものにするため、共和国政府は特権階級の経済活動を制限するようになった。コルシカでナポリ王国における価格より安く大量に買い付けた小麦は都市に供給するのに十分だった。そのために共和国政府はコルシカで本土と同じように道路を建設し、橋を掛け増強しようとは思わなかった。 コルシカの創始国であることは、ジェノバが生き残るためには必要であった。それは、島を所有するジェノバ共和国全体でもって、予想される、大都市の封鎖を訓練することができたからである。タバルカに残るジェノバ支配時代の要塞1746年の、民衆暴動、バリッラの一揆を描いた、七百7 4 2年。 ジェノバが当時唯一地中海で所有していたタバルカの要塞がチュニスの米に奪われた。オーストリア継承戦争に突入する1745年、ジェノバは気が進まぬままフランスとスペインのブルボニエ川に着いた。ジェノバ軍は再編され最高司令官によって1万人の兵が集められた。これはジェノバの宿敵である。 サボヤ家がフィナーレリーグレを併合するのを妨げるためだった。1746年9月6日のオーストリアへの降伏、同年12月の民衆暴動、1747年のジェノバ包囲、それでもジェノバはアーヘンの和訳までフィナーレリーグレを保有した。反乱が頻発して鎮圧に手を焼いていたコルシカ島を1768年の ベルサイユ条約でフランスへ売却した。1780年代の経済復興は長く続かなかった。1797年、共和国はナポレオン・ボナパルと率いるフランス革命軍に占領された。彼はジェノバ市場を通じて共和国を支配してきた古くからの特権階級を倒した。そしてフランス支配下の傀来国家として リーグレ共和国という民主共和国がその後を継いだ。ナポレオンがフランス全土を掌握後、以前より保守的な憲法が布告された。しかし、リーグレ共和国は短命であった。1805年、フランスはリーグレ共和国をアペニン県、ジェヌ県、モンテノッテ県に分割して併合したのである。1814年春にナポレオンが退位すると、 イギリス外交官、ウィリアム・ベンティンク卿に、後押しされた地元エリートたちが、ジェノバ共和国復活を宣言した。ところが、ウィーン会議で、ジェノバが、サルデーニャ王国に併合されることが決定すると、これに対する反乱が起きたが、1814年12月に、イギリス軍により鎮圧された。1815年1月3日、ジェノバは、正式に、 サルデーニャ王国へ併合された。この年以降、各地区の住民組合が政治的、軍事的な自治組織として成立していく。パラッツォ・ドゥカーレ・ジェノバ共和国の元首は79代を数えた。その一部は同じ貴族の家系から排出された。1190年から1270年まで共和国の最高権力者はポデスタであった。 1270年から1339年までは、ポデスタと民衆隊長が混在した。共和制が確立していたベネツィアとは違い、ジェノバは、小2密族の小集団からドージェを選び統治を行う、加藤政治であった。ジェノバのドージェは、王と同義であり、共和国から選出された最高統治者であった。ドージェは、 金色と黄色の衣服を身にまとう決まりであった。ジェノバのドージェは、就寝制ではなく、8年以上在任したのはただ一人、だけである。多くは職を辞すか、就任前に追放された。また一部のドージェは、権力を絶った1日しか手にできなかった。初代ドージェ、シモーネ・ボッカネグラが選出された1339年から、 1528年までの間、合法的に選出された同時は、わずか4人である。ジェノバは、貴族政治であった。1506年の民衆反乱以前、貴族の18歳になった男たちは皆、一族によって、政治的責務を訓練させられた。400人の貴族が大議会に呼び寄せられ、その1、4は毎年一新した。小議会、または、 定員100人の元老院は、大議会の議員から選ばれていた。君主は同時であり、政務官と総督は、任期が2年であった。ありがとうございます。